はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井二冠対村山七段の B 級2組順位戦の結果速報をやっていきたいと思います。先手が藤井二冠、後手が村山七段でした。そして将棋は横歩取りの青の竜に進みました。藤井二冠が直近でも羽生九段や豊島竜王などに敗れている非常に勝率の悪い形なんですが、途中の別れはむしろ藤井二冠の方がちょっと良かったということで、藤井二冠としてもちょっと結果に納得がいってない部分はあったと思います。あと藤井将棋の特徴の一つとして、多少勝率の悪い形とか、あと相手の得意も避けずにどんどん突っ込んでいって、吸収していくっていうのが挙げられると思います。それは本当にデビュー当時から一貫してますね。本局でももし横歩取りちょっと最近勝率悪いから避けようというのであれば、初手で2六歩とつけば少なくとも角換わりとか横歩ど、あれですね、相掛かりとか角換わりになるんで、少なくとも横歩取りは避けられるんですが、藤井二冠は決して避けることをせずぶつかっていきました。そして村山七段は、羽生九段や豊島竜王が使った、2二歩から4二銀と上がる形を採用するかと思いきや、後手の勝率が少し悪い2六歩と垂らす図の形を採用しました。これは先手が15勝、後手が6勝と、プロ間でも先手がだいぶ勝ち越している形ですので、藤井二冠としても少し意表をつかれた形だったと思います。村山七段に深い研究があったのは間違いないですね。そして村山七段は30手目の3六飛車で、3七飛車の大決戦を誘ってみたり、あと36手目の3四飛車で、わざとこう5六角が5六角が打てる位置に引いたり、決戦を誘って非常に挑発的な動きを繰り返していきました。で、藤井二冠も誘いに乗る手は十分ありそうだったんですが、どちらも回避して比較的穏やかな進行となりました。決戦の順はもしかしたら村山七段の研究手順かもしれないという警戒感があったのかもしれないですね。ということで穏やかな戦いになったんですが、村山七段も52手目の5四角など味のいい手順で、十分な形を作りまして、中盤あたりは後手も結構やれそうかなという、ほぼ互角、ちょっと後手持ちぐらいの戦いでした。でその後は一進一退の攻防が続いたんですが、村山七段が藤井二冠の桂頭から攻めようとしたのが、これ本当に結果的になんですが疑問符になってしまったようで、その手を逆用してどんどん8筋から金を盛り上がっていったのが面白い着想で、藤井二冠が瞬く間にリードを築いていきました。これは、村山七段のミスというよりは藤井二冠が本当にうまかったなという感じですね。向かい飛車から棒金のような形を作っていきました。そして61手目に4六角と打った手も好手で、この角が盤面を制圧する格好になって藤井二冠が優勢になっていきました。その後は非常に手堅い指し回しでじり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 と優勢を拡大して、全く危なげなく完勝ということになりました。これで藤井二冠は5連勝、村山七段は2勝3敗となりました。あと全勝の中田八段が敗れたという情報も、ちょっとまだ、確定的ではないんですが人から聞いたんで、それが本当だとすれば全勝がこの時点で藤井二冠のみになったという形になりますね。ということでこれで藤井二冠かなり有利な状態になってきたんですが、残りの対戦相手も非常に厳しい相手が続いてますんで、この後どうなるか注目して見ていきたいなと思っております。残りが北浜八段、野月八段、中村治九段、久保田七段、そして中村太地七段ですね。中村治九段、そして中村太地七段と元タイトルホルダーとの戦いが続きますので、まだまだ全く予断を許さない状況が続くと思うんですが、なんとか昇級してほしいなと心から祈っております。で残り5戦をおそらく4勝1敗でいけば、ほぼ間違いなく昇級できるかなという感じはしますね。昇級枠が3名ですので、3勝2敗だとちょっと頭羽を食らってしまいそうなんで、なんとか4勝1敗で切り抜けてほしいなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。